はい、こんばんは、ドンチャンネルです。12月5日、まあね、ちょっと昼から夕方にかけて雨になった福岡なんだけど、今日見てきた映画の感想をいきます。タイトルはブラックアダムってね、まあこれもう主演はね、ドウェイン・ジョンソンさんですよ。ドウェイン・ジョンソンさんって言ったらっていう話はちょっと後からするんで、まあ、先にあらすじね、あらすじ。5000年前、テス・アダムは愛する者たち全てを失い、自らを犠牲にし、自身を守った、息子から強大な力を受け継ぎ、復讐のために力を振るったが、人間たちによって封印されてしまう。そして現代、5000年の月日を経て、テス・アダムは復活し、かつて自身を追い詰めた者たちに復讐するべく、現代の地球で破壊神、ブラックアダムとして暴れ回るっていうやつでね。まあ、ちょっと、その5000年前からの因縁のあるヴィランも登場するんだけど、この DC コミックヒーローのアベンジャーズみたいな組織があるんですよ。僕初めて知ったんだけど、スーパーヒーロー軍団 JSA ってなんかジャパニーズスタンダーズアソシエーションの略かと思ったらそうではなくて、ジャスティスソサイティオブアメリカ、ジャスティスソサイティオブアメリカっていうね、アメリカの正義社会っていう名前になって、ちょっとアメリカ一国の正義のためだけでいいのかなーっていうのがここでちょっと疑問として出てくるんだけど、昔からねこのチーム名はあるみたいなんで、まあ DC コミックの世界じゃ馴染みがあるんで、まあそれをそのまま使ってるんでしょうね。まあ要はアベンジャーズみたいなもんです。でね、僕もこれこのチーム初めて知ったんでちょっと興味が出て、説明書きを拾ったんですね。で、読むと、公開されたキャラクターポスターには、ブラックアダムと対峙する JSA メンバーの詳細がキャッチコピーとして記されている。まずは、空の王者、リーダーのホークマン。重力を無効化するスーツを着用し、脅威の飛行、回復能力を持つ。身体的な強さだけでなく、強い倫理観も兼ね備え、世界平和のためにはいかなる悪も許さない。個性豊かな JSA のメンバーを統率するリーダーだ。世界平和なんだけど、ジャスティス・ソサイティ・ノーブ・アメリカということでね、アメリカの正義が世界の正義っていうことになってしまうんで、ちょっとどうかなーって思いながら、次に未来が見える魔術師のドクター・フェイト。ヘルメットを被ることで心優しい学者から魔術師へと変身。JSA の創立メンバーの一人であるドクター・フェイトは分身やヘルメットに手を触れることで未来を見ることができる。そして嵐を操る天才のサイクロン。頭脳明晰で飛行能力も持ち合わせる19歳の新人ヒーローだが、邪悪な科学者たちの実験により嵐を操る力を手にした。で、最後は巨大化ルーキー、アトムスマッシャー、自身の分子構造を変化させて巨大化できる。経験には欠けるがパワーと楽観的性格は誰にも負けないという、まあ、今回はこの4人のメンバーがね、なんかまあなんていうの、主役のブラックアダムスで、5000年前からの野球付きのヴィラン、そして JSA、 まあ三つどもえの戦いっていう感じになるみたいですね。だからまあ物語としてのね、盛り上がりは大丈夫っていうかね、 あって、ああよくできてるなと思いました。でね、この作品なんて言ってもね、ドウェイン・ジョンソンさんの作品って言っていいぐらいのやつなんですよね。で、あ、そういえば最近見てなかったなと思って、僕がスクリーン上で見た、作品名をつらつらと挙げると、もう10年以上前、いわゆる2011年ワイルドスピードメガマックス、
で、2013年、ワイルドスピード、ヨーロミッション。で、2015年、ワイルドスピード、スカイミッション。もう、ヨーロだけじゃなくて、そこから飛び出して、スカイミッションに行ってしまうんですね。そして、ちょっと間挟んで、これ、地震のディザスタームービーで、2015年、カリフォルニアダウン。これ僕、これはね、これは僕、スクリーンじゃなくて、配信で見てます。うん。んで、2017年、ワイルドスピード、アイスブレイク。これ南極か北極かに行っちゃうやつでしたよね。なんか氷の下を原子力潜水艦が、こう、ね、走っているのに、その上を車が走るみたいな、なんかすごいやつだったけど。んで、2018年、スカイスクレイパー。これ、高層ビルの、なんか、災害かなんかでしたよね。なんか、僕、感想動画を上げて、なんか昔見たタワーリングインフェルノを思い出しました、みたいなことを喋った記憶があります。ほんで、2019年、ワイルドスピード、スーパーコンボ。まあ、ワイスピの最新作だったかな？なんか、スピンオフもなんか、一個あったような気もするけど、まあいいや。で、2022年だからちょっと間が空いたんですよね。久しぶりと思って見たら、まあ、アベンジャーズみたいなやつに、ジェイソン・ステイサムさんが出ているっていうことでね。で、映画サイトの評価見ても、4近い、4前後なんで、まあまあ、いい評価がされてるって、まあ僕も特になんか冷めるような描写とか演出もなくてね、ああ、よくできてるなーって思いながらも、ちょっと引っかかったのがさ、まあ、なんていうの？アベンジャーズもそうだけど、ちょっとね、飽食気味なんですよね、この手の作品。もう CG ゴリゴリで、まあ通常の実写ではありえない世界観を表現していて、スター俳優が正義の味方として登場してくる。で、アメリカンコミックが元になっていて、まあハリウッドがやるにはもうもってこいの作品ですよね。ただね、もう分かっちゃってるみたいなね。じゃあ今回見た作品とさ、アベンジャーズの作品とどこが違うのよと。ほぼほぼもうレベルも似ていて、アベンジャーズか DC かね、文句はないけど、なんか今となっては面白みに欠けるかなみたいな。ほんで、なんかね、ウィキペディア見てたら、もう自作もね、来年上映されるということがね、まあ決まってるみたいなことがウィキペディア見ていたら確認できて、なんか、最近僕自身がね、なんか映画に対して、もう大体こう、もう読めちゃうようになったから、その部分がなんかつまんないと思うようになってるんでしょうね。まあね、エターナルズもまあそういう話があるから新機軸っていうことで出してきてるんだろうけど、なんかこう、正直今となってはもう面白みに欠けるな、みたいな。ほんで結局ほら、少年ジャンプの連載と一緒でさ、だんだんこう、技がすごくなってくるじゃない？必殺技とかがさ。で、もう話がもう膨らむ一方だしさ。なんかこう、すごいもの見た、面白かったっていう、こう、感動が薄れてきてるっていうのがね、ちょっと悲しいんですよね。だから最近、なんかこの手の映画を見に行くのをね、躊躇する自分がいるんですよね。だから、君の名は、天気の子、すずめの
戸締まりはいいかなみたいなね、大体もうわかるじゃん、こういうタッチの絵柄でこういう風なストーリーでこういう風な結末になっちゃうんでしょっていうのはまあもう分かってしまうんでね、だからたまたま昨日見たスラムダンクはさ、原作もテレビアニメも一切見てない自分がいきなり大スクリーンでのあの試合シーンを見せられると、今まで見たことがないものを見せられている、何この緊張感、何このヒリヒリ感みたいなので、なんか没入できてすごい、ああ楽しかったっていう風に感じられた、逆に言えば他の作品に飽きが来ているのかなっていう気もして、ちょっと思うんですよね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。